はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。いやー、昨日から来てますよ、悪魔イベント。もうね、僕の中での悪魔イベントはね、ガラガラポンじゃないんですよ。このね、限定武器ガチャ、これがね、一番の悪魔イベント。いや、ほんまね、これが一番ダイヤがなくなる確率が高いんですよね。実際に多分一番ね、僕がダイヤ消費してるのが、この武器ガチャっていうね、イベントなんですけど、もうこれはね、でも避けて通れないんで、もう武器を取得するにはこれをやるしかないんでね、まあ今回もあんまりやりたくはないんですけど、この武器ガチャをね、回していこうと思います。で、今回はですね、ちょっとバタバタしてるんで実写ではないんですが、しっかりね、武器の方は取得していこうと思います。で、あえて、願掛けもねしてないんですよ。なんでかというとね、ゲーニッツの武器ガチャの時、動画も撮らずに、願掛けもせずに回したら8回ぐらいでね、神引きしたんですよね。なんで、もしかしてね、なんか普通にやる方が実は神引きできたりするんちゃうかなとかね、思うんで、今回普通にいつものメンバーで、まあ、気楽にね、ガチャを回していくっていう感じでやっていこうかなと思ってます。で、今ですね、昨日ダイヤちょっと消費したんでね、赤機能を取るためにこいのぼりイベントで消費したんで5000ダイヤぐらい使用してます。なので最終的に、2万8000ぐらいかな、消費。ここの2万8000ぐらいいけば天井っていうことなので、まあその回し終わった後にここ見た時に、まあ、なんぼなるかなっていうね、感じですね。もうほんまに、でも天井とか嫌なんで天井とかあんまり言いたくないんですけどね、言ったらほんまに天井になりそうなんでね、あんま言いたくないんですけど、まあ、一応確認ということでね、ってことで早速じゃあ行きますか。武器ガチャ、これね、もう嫌やな、ギース武器。まあでもギース武器は必須なんで、まあ、ギース武器はっていうか、もう今の LR ね、どんなキャラでも武器必須やと思うんで、これは武器ガチャでぜひね、取得していきましょうか。ここでスーパー鬼引きして、芸術武器にね、備えていきたいと思います。では行きましょう、ガチャ、648ダイヤ、いけ。さあ出ろ、卵、とりあえず卵出ろ、とりあえず卵出てくれ。君主のブレイザー、お、あ、バンドあるわ、びっくりした、マジでびっくりした。ちょっと頭がまだ追いついてなくて今マジで出たんちゃうかな思って、頭が回らなかったけど、バンドあったわ。お、疾風バッジ来た、よっしゃ。疾風バッジがね、ほんまになさすぎて、ギースの攻撃力はあんま上げれてないんですけど、この疾風バッジがね、ほんまにありがたい。そうやね、万能がなかったら確定やね。では行きましょう。一瞬ね、ほんまに出たんちゃうかな思って時が止まったんですけどね、まあそんなに甘くはなかったな。さあでは行きますよ、どんどん行け。もう回数とか数えんとこ、回数数えずに感覚で行こう。さあ出ろ、出てくれ、ギース武器、ギース武器出ろ。そろそろ出てもいいんじゃない。あー、これね、もう10回ぐらい回したよね多分、感覚ではそれぐらい回してますけど、ゲーニッツの時これぐらいでポンって出たんで、うー、ギースはあかんのかな。生ビール、生ビールちゃうわ生ビールちゃうね、黒ビールやな。さあ出ろ、烈風剣、うわー、万能あるわ。うわー、疾風バッジ2個目、なんなんこれ、奇跡の疾風バッジ2連引き。これは武器引いたより価値あるんちゃう疾風2連続来るか。いやー、しかし疾風はいらんねんな、実は武器欲しいよ武器。君主のブレイザー出ろよ本体、さあ来い、そろそろ出てくれ頼む。うわ、なんか4つも出てる破片。うわ、もうだいぶ回してそうやな、もうダイヤ見ないですけど、回数もね見ないんですけど、もうなんか感覚的には結構回してる感じもするけど、うわー、出てくれよ、そろそろ出て、本当に本当にギースさん、雷ゴー、うわー、頼むよ、ダー、万能出てきた、最後にダー、美少女バッジか。いや、もう天井じゃないこれ、なんかそんな気がするわ。何回なん今、多分20は回してるね 100%、 天井36なんで、うわ、そろそろ出ないともうわかんで、もうわかんで、これ天井やろ、やめろって、もう天井やめてくれ、そろそろ出ろ出ろ、ドアあかん全然あかん、願掛けせんかったとしてもやっぱ出えへんな、ダメや、
もうダメっすわ、天井や。出ろ、そろそろ、そろそろ。うわ、なんかこれ4つとか出まくってるんやけど、ブレイザー。ブレイザーの破片4つとかめっちゃ出てるんやけど。いや、やばいな、ほんまに。もうあかんでしょ。もう天井でしょ。めっちゃ回してるもん。出ろってもう、出てへんやないかーい。万能あるやないか。第一バッジね。まあ、ビリーカーンなんで結構いいけど。いやー、しかし、これ天井超えてない？むっちゃ回してるけど。マジで。もう天井超えてるんちゃうか、これ。何回回してんねん、これ。出えへんわ。出ません。そろそろ出て。いや、マジでマジで。ちょっと天井超えてる感覚やけど、もう。そろそろ出て。ギース重いな。ギース武器全然出えへん。ほら、君主のブレイザー34コマはもう。めっちゃあるやん。来たー。ラショーモン。この卵2個は、もう確定中の確定やな。確定中の確定ですけど。天井でしょこれ。出ましたね、君主のブレイザーの魂とシップバッジか。またうわー、美男子か。ちょっとこれダイヤ確認したくないな。3万1000ぐらいあったよね。なんで残りダイヤが、多分7000ぐらいやったら天井っすね。じゃあこの確認ボタン押したらもう一瞬でわかるんですけどね。押します。だー、8000。天井やな、ほぼ天井やな。ちょっと見ますけど、なんぼこれ。うわー、天井や、天井やわこれ。ほんま4900やったもんな、仕様4900やったから。え、いや綺麗に天井やな。これでもあと2000、あと1700回した方がいいよね。回すというか1700使用したらこの万能破片35枚もらえますから、これは絶対使用した方がいいよね。いやー、しかし今回も天井か。ダイヤないよ、もう嫌や。今所持ダイヤ8000でしょ。でここの買えるやつが2万と、2万5000ぐらいかな、多分合計で。なんでやばいよねこれ、ほんまに。ゲーニッツ武器も天井やったらほんまにダイヤなくなるんで、いやー厳しいなー。まあしゃあないわ、しゃあないね、こればっかりは。じゃあ早速装備してしましょうか。君主のブレイザー、君主のブレイザー装備、いっしゃい、来ましたよ。これで武器覚醒効果としてはダメージのアッププラス、追加効果として君主の血脈っていう効果が発生するんで、まあ主にあれですね、自己強化のバフがつくんで、攻撃力防御力アップするバフがつくんで、かなりね頼もしくなってくるかと思います。で一応昨日もね、あのリースの武器槍の南大さんとね対戦行ってるんですけど、今日も行きますかね、南大さんにリベンジということで。武器覚醒したんでリベンジしましょうか。で南大さんの一応技術対策として、もうねオロクリを先頭にね置きました。これでオロクリに対してカウンターをね、反撃を入れにくくするために、この陣形でいきましょうかね、この編成で。南大さんにじゃあリベンジいきますか。リベンジバトルいましたね、8位にギースのアイコンが君臨してますよ。では南大さんに一発いって終わりましょうか。さあもう一発限りで挑戦をしました。先制取ってるんでね、やっぱそこで有利取っていきたい。さあギースがもういきなりゲージマックスになりますね。これは9問の効果で防御型3体以上いたらゲージがマックスになります。さあサナギを破っていく S マックス必殺技。さあギースが武器覚醒した、ギースが来ますよね。さあ君主の力を見せてくれ、マックスライゴレプケン。いいね、君主のアイコンが出てますね。あのギースの左側に1っていうね、なんか雫みたいなアイコン出てますけど、これが君主の血脈の効果なんで。うおー、ビリーバーンやばいな。ビリーバーンで結構ダメージ取られた。これギースがね、天神入らないとビリーバーン食らってしまうんで、今天神入りましたけど、これが結構ね厄介で、天神がもし入らなかったらねビリーバーン食らってしまうのがあるんで。てか結構ダメージ出てるよね、マックスライゴレプーケン。思ったよりダメージ出てるかな。結構いい感じに削ってますね。2発今んとこ打ったんですけど、2発ともダメージがグンって上がってるようにもね思いますけど。さあマックス鉄球大暴走、いいね。君主の、アイコンが3になってますね。これかける 7% なんで攻撃力防御力が
最大で 42% まで上がるんですけど、この1つに対して 7% ずつ上がっていきます。これ戦闘終了まで続きますからね。さあここはいいね、これならギースやられへんね。ギースは耐えてますよ。やっぱギースがね、ほんまにこの復活をどこで使うかなんで、まだ復活使ってませんね。さあオロクリがサナギを破って蝶を待っていく。いいね、結構減らした。さあサイキ、サイキの後にオメガルガール続きますね。オメガの、ああ今ちょっと羽が出て、多分出てなかったな、羽が出てなかったんで、サイキもしくはチャンコーハンに復活が付与されたと思いますが、ここで攻守交代入ります。攻守交代入ってギース、レイジングストーム、サイキ、これで、ライジン入るかな、天神入ってるね。よし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 、いいね。天神やっぱ入っとかないとね、耐久性がちょっと怖いんで。さあ、さらに、サイキが打ってきて、この効果で反撃いきますね。さあ、マックス、雷号烈風拳、全然減らない。やっぱクリティカル出ないとダメージあんま期待できないかな。お、ここで攻守交代入った。こっちも攻守交代したよ。さあ、攻守交代合戦からのラルフストライカー。オロクリが溜まってますね。オロクレ一回復活してますね。サナギを破り、蝶は舞う。ギースまだ倒してないかな。あ、ここで天神入ってます。南大さん。反撃来ましたよ。雷号烈風拳めっちゃ減る。マジか。めっちゃ減ったな、今。サイ切られました。エリザベートはゲーニッツにシールド貼りましたね。これはすごいいい効果。ゲーニッツに対してシールドっていうのはかなりね、有効なんで。さあ、さらに、サナギを破っていく。マックス、鉄球大暴走。いいね、ギースがいいね、やっぱり。おー、これまた3発目じゃない？オロクリ暴れすぎやろ、これ。雷号烈風拳打った。ガードされてる。ガードされると結構きついね。ガード不能のターンは限られてるんで、初回と確か復活後一発だけなんでね。それがね、結構、啓蒙でまあガード不能になってくれたらいいんですけど、ガードされてしまうことが結構多いんでね。さあ、ただ僕のギースはまだ復活を使ってませんよ。バースが復活。うおー、なんかストライカーが両方ギースやったで今。ほら、えぐいなこれ。レイジングストームからデッドリーレイブ、ギースのオンパレード。サイキ、あ、サイキ打ってこない。あの昨日も言ってたんですけどね、反撃の効果で、倒した場合ほとんど必殺ね、ゲージがやっぱたまらないんで、必殺を使った後に反撃するから、相手側としてはね、ゲージが溜まってないことが多いんで、まあそれもね、反撃の強みかなってね、思います。さあ、マックス、雷号打って、グラッジディメンションはバース、ガードしてるね。ガードしてるんですけど、金庫入ってるんで、これ、ゲーニッツに金庫コピーされるんちゃうかな。この金庫効果が強いんでね。さあ、ゲニスキルが出ている。ギースもスキル。天道砕き。さあ、やっぱり、金庫コピーされたね。金庫コピーされたので、再起で解除していきたいところですけど、あ、再起必殺打たれへんわ。その時点で金庫は解除できない。鉄球大暴走打って、オメガルガールも飛んでいく。ギースはでも必殺打てますね。さあ、雷号烈風拳、ビリーカーンに行く。うわ、ナイトメアの悪夢入ってるんかな、これ。あんまり先からダメージが出てなかったんですけど、悪夢効果やね。これ 40% ダウンしてますからね。ナイトメアはやっぱ強いな、そう考えると。ただ、ビリーカーンは倒しました。部下のビリー倒して、レイジングストームからの S マックス、虫ケラアタック。ゲニは離脱。2回目かな、ゲニ。離脱。サイキも打ってくる。マックス、鉄球大暴走。いやー、しかし、ギースね、反撃が怖すぎる。さあ、S マックス、ファントムスフィア。来ましたね、マックス、実装国。あれ、何代さん、マガキに戻してるんかな。オメガルガールではなく、マガキにしてますね。昨日、オメガルガールやったんじゃないかな。ちょっとそんな気もしますけどね。さあ、 SMAX グラッジディメンションは、石化入ってますね。ギースが石化して金庫して、困惑もしてどんな状態上、全ての状態上受けてるように見えるけど。さあ、ただギースはまだ復活は使ってないよ。いい感じやね、ギース。ほんまに相手にオロクリがいないとだいぶね、崩壊がないんでだいぶ楽かな。さあ、サナギを破っていく。サナギ破って、S マックス必殺技。エリザベートがシールド貼るのはチャンコーハンに見えるけどね。どこか、あ、ギースか、今のギースにシールド貼りました。ギースにシールド貼るとカウンターが食らわなくなるんで、すごいね、効果的っすね、ギースにシールドっていうのは。さあ、 S マックス、いいね。ギースがやっぱいい感じじゃない、これ。ほら、結構長生きしてるし、バースも倒しますよね。南大さんのギースは復活してたんかな。もういないですけど、復活は一回使ってたんかな。
ぽいですね。そうなるともうこれは今回は圧勝できそうかな。レイジングストーム、サイスマックス、ヒサタダ、いいね。ギースがまだしぶとく生き残っている。さあバース来た、バースギースあれ今、え今あれを、あそうか、ゲイニッツが喋ってるように見えたけど、デッドリレーブ来た、デッドリレーブ来ますが、まだ生きてるギースは、まだ耐えてますよ、まだ耐えてます。展示入ってますね。黄金に輝いてるよ、体が。黄金化して。うおー、持続ダメージがやばいが、なんとか耐えたか。サイキとチャンコーハンも復活。Smax 必殺技。これで、金庫がね、やっぱ解除できないからね。4回解除せなあかんもんな。やっぱ金庫が非常にね、いやらしい能力になってるね。オメガルガール出てきて、ライゴーレプーケン打っていく。ささなぎ破ります。このバースは、あと1回ぐらい復活しそうやな。バースは 3回っすもんね。あ、2回か。2回がもう確定なんでね。オメガルガール付与したら3回復活することもあるからね。Smax 必殺技。さすがにギースは、まだでも、まだ生きてますよ。まだ生きてるし、まだ反撃しよるな。6ターンで。まだ反撃していきます。結構いい感じやね。啓蒙がほんま楽しみやな。啓蒙がでもあれですよね。反撃能力は多分啓蒙技で発動しないんですよね。ってなると、このライゴーレ風剣をいかにね、強化しまくるかっていうとこですけど。あ、ちなみにね、ギース、昨日ね、僕赤機能2個取ったんですよ。恋のぼりで赤機能2個取ったんで、それでも、その効果もあって結構パワーアップしてますね。かなり赤機能やっぱ上がるんでね。ギースは今後ゲイニスと一緒にね、どんどん育てていこうと思ってます。さあ、今回はなんとか、圧勝できそうか？今回はいい感じですね。ギースの武器効果もあって、かなり、優勢に進めてます。さあ、再起は必殺は打たない。最後、エリザベートかな、これは。エリザベートでとどめをさせるのか？エリザベートのノーブルブランでフィニッシュしていく。いや、南大さんね、いつもありがとうございます。リベンジね、することができました。また、いつでも対戦の方ね、お待ちしてます。はい。では、今回はね、こんな感じで終わります。もうね、神引きなんか、知りませんわっていうとこで。って言いながらも、次回ね、ぜひ、ゲイニッツの武器は神引きしていきたいので、ほんまに次回こそ、次回、ゲイニッツの衣装はね、残ってるんでね、コスプレもしようかな。そうですね。次回は頑張って神引きしようと思うんでね、また見てやってください。では、ご視聴ありがとうございました。